ルンダン牛レバーのルンダンルンダン、もしくはレンダンは牛肉などの塊肉をココナッツミルクと香辛料で長時間煮込んだ肉料理である。2017年に CNN によって世界一美味しい料理に選ばれた。インドネシアの西スマトラ州の郷土料理であり、インドネシアを代表する料理として挙げられることが多い。 インドネシアに多いマレー系ムスリムの料理であり、同じエスニックグループが多く住むマレーシア、シンガポール、ブルネイでも代表的料理の扱いである。ご飯のおかず料理であるが、牛肉や水牛肉で作ったものは日本で言うと、すき焼きのような特別なごちそうの扱いである。イスラムの断食明けの際には、米の加工品であるルマンやクトゥパットともに食される。その他、 西スマトラ州他インドネシア全土のマレー系ムスリムの家庭では晴れの日のおもてなし料理として食卓に登る。また外食や昼食ではインドネシア各地にあり、もともとは出稼ぎ労働に出ることが多いミナンカバウ族のための店だったパダン料理店は現在では多くのインドネシア人が訪れるが、ルンダンは通常メニューの中で最も高価な料理である。 香辛料には、唐辛子、ガランガル、レモングラス、エシャロット、ニンニク、生姜、ウコンなどが使われる。味は、いわゆるカレー味であるが、現地でも伝統的カレー料理のぐらいの一つと理解されている。牛製肉以外には、牛レバー、牛の灰、水牛肉、ヤギ肉、鶏肉、羊肉などで作られ、柔らかい肉を使う場合は、長時間煮込む必要はない。 また、鶏卵を使ったものも、ルンダンと呼ばれる。途中まで煮込んだ水分の多いルンダンは、カリオと呼ばれる。煮込み汁がなくなるまで煮込んだルンダンは、濃い味付けの保存食であるが、冷蔵や冷凍によって、さらに長期の保存ができる。食材を明確にするため、のルンダンという意味で、名前の末尾に肉名をつけることが多い。ありがとうございます。